が言ったら大丈夫だと思います。はい、まあ、フィットネス芸人という看板をつけたのは4年前ですね。ちょっと会社員で勤めてたんですけども、やめようかなって悩んでたのが、医者、まあ、アホが大阪経済大学卒業で医者になった人が一人
取り終われないよ。何言うのよ。医者って薬出すだけじゃなくて、病気治したら医者やん。その力渡したる。何やねん、その力は。人には寿命がある。生きたくても寿命が短いやつは生きることはできないし、死にたくても寿命が長いやつは何としても生きなかんの。その寿命が見えるように力渡したる。何やねん、その力は。病気のやつは俺やろ。病気のやつに必ず死神がついてる。で、枕元による死神には絶対怪我したら、足元による死神には呪文を唱えたら死神が消える。病気が一気に治るという呪文。なんやそれ、その呪文教えてくれ。一回しか言わない病気の時は加古川ベリベリニックこの呪文言うだけやろ。しょうがんって言わなかったさっき加古川でニック言うもんだよ。言うてみようか。加古川ベリベリニックえ死にが消えた。死にが終わる。おいおいおい、これを一射できるよ。死神消えて病気が治るぞ。おいおいおい、帰ったぞ。俺ちょっと今から医者になるよ。は？あんた死人になっちゃうの。こうやって行くときよ。ほんで医者になるってなんなの。あのな、大阪経済大学で卒業して医者になるやつなんて一人もおれへんな。もうあんた言うこと医者じゃない、患者やから。頭おかしなってるよ。うるさいうるさい、なんか看板持って言ってくれ。あんまり医者と出して今から医者始めるよ。あんたに昨日看板もご飯も何も出す気ありません。勝手にやってください。と冷たくあしらわれたので、かまぼこの板に医者とりあえず中に入っていてって書いて掲げてみたところ、10分も経たないうちに尋ね人が現れました。すいません。お、はい、何でしょう。医者様ですかね。医者、あ、はいはい、あ、医者です。はい、私お医者様です。先ほどお医者様デビューしたお医者様です。よろしくお願いします。頑張らせていただきます。妻がですね、今倒れてまして、どこの病院に行って治るのかと言われて、で占い師に相談したところ、イオンタウン加古川というところに汚い看板があるので、そこを目指していると言われていたら、ここにたどり着いたんです。ああ、そうですか。それはいい占い師さんですね。ぜひ、ちょっと奥さんと僕が今すぐ連れてってください。連れて行ってもらうところを見たらですね、なんと、神学の足元に行ったわけですね。おっしゃ！おっしゃ、足元！おっしゃってなんですね。あ、ごめんなさい、こっちの一人おったんですけど。はい、足元。じゃあ、ちょっと僕任せてください。過去が例で肉したところ、死神がスッと出る。食欲なかった奥さんは天丼に2杯食べる。今までうどんの面倒だった奥さんはうどんの片付けで掃除をして、一気に元気になってですね。ありがとうございます。これ、お礼です。あ、来た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 で、これこれで医者の活動バリバリできるやんけ。ありがとうございますとですね、死に際と、奥さんが治ったということで町中名医評判になりましてですね、どん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 稼ぐわけですね。ただ人間って怖いもので、たくさんお金を稼いだ、もちろんたくさん使うわけですね。医者として活動して稼いだお金で、やれ中華食堂に行って、なんかこっち大食いのメニューを食べてはお酒を飲んで、もしくは近くのおむすび屋さんに行っておむすび食べてお酒飲んで、お金がなくなるわけですよ、たくさん稼いで。で、お金がなくなったら、やっぱり戻るとこは家しかありません。おい、何日ももう飯食ってんねん、何も酒ぐらい。だから、あんたもう死ぬんやろ。あよ、死んでいいよ、しつこい人やな。でね、
るためにやったお医者様ですね、かまぼこ板の看板を掲げるお医者様活動するわけなんですけど、まあ、行くところ行くところはやっぱり人生ってリズムとタイミングでですね、病人の枕元ばっかり染みがけてなかなか治すことができなくてあったんですね。そんな中、一人単発の大柄の男が訪ねてきました。おい、ノリさんですか？いや、ノリさんじゃないですか。私は医者なんで、ノリさんって誰か分かるんですか？すいません、ちょっと直してほしい人がいるんですけど、アボシから歩いてきたんですけど、アボシっていうのはビジターさんですよ、大体。アボシって言いますから、本当に。あ、もう知らないですけど、僕の妻は調子悪いんで、直してもらっていいですか？まあ、行きますけど、さ、直るか直らないか分からないですよ。ということで、その大柄の、どうやら、よし、マゼさんというところの家にですね、お医者さんとして行くわけですけど、まあ、奥さんがですね、倒れてまして、見たところ、死神は残念ながら枕元に、言われてですね、マゼさん、すいません。これ、治りませんよ。これ、寿命なんで、もう、やりようがないんですよ。そこ、飲むのしませんよ。おい、そこ、飲むのしませんよ。いやでも、寿命なんでね、どうしてもできないんですよ。じゃあ、一千両渡すんで、何とかしませんよ。1000両、今まで言うと1億円ですね、1000両役所だったりするんですけど、それはもう、ちょっと帰りに帰れへんやろな、なんかこれ、いい方がいいよ、これ絶対なんとかしたいけど、なんかで昔見た、なんか唾つけて、ハゲた頭にポンポンポンって、なんかチクタクチクタクして、なんか嫌いで、そうよ、マゼさんすいません。夜中に奥さんの布団の足元を持ってもらっていいですか？僕は頭、枕元を持つん で僕が合図したらですね、一気にグルッと布団をひっくり返してください。これだけ協力してもらっていいですか？はい、やりますよ。それぐらいまでやりますよ。ということで、夜中ずっとですね、奥さんの症状を伺いです。死神は夜中になると目をキラキラしてますから、ギラギラすればするほど奥さんは調子悪くなります。ただ夜が明けるとですね、死神もそろそろほっくりほっくりし始めるわけですね。その隙を見てマゼさん、今です、布団をひっくり返すんですね。そうすると枕元にはマゼさん、足元に死神、このタイミングで箱が明けて死神が消えるわけですね。来た！そうすると奥さんも元気になってる。あ、ノリさん、あれ、ノリさんって誰ですか？ノリさんの方ですか？ありがとうございます。でも、一戦両です。来たで、ついに来た、大金手に入ったんだよ。もうこれ一戦両あったら、気が楽にせと何回食うてもこんなんなくならへんね。来た来た、夢かな、大金持ちや。神さん、ありがとうございます。あなたの力で僕こんな大金手に入れましたわ。僕勝ち組ですわ。よかったら飯おごりましょうか。僕と一緒にいたらマクド30%オフで食べれるって。あのな、マクドってどういうことや。あれ、こっちの話なんですけど、お前もっとなええこと教えたのか。まだええこと教えてんの？一戦でお前って甘えますので、死神じゃなくて死神さん、兄さんと呼ばせてもらいます。もうたまに聞いています。この階段を見てみよう。さあ、暗い階段を見たところですね、そこにもたくさんのコツコツと明かりがついてるわけですね。これなんすか、これ死神さん。明かりどう見たら、あ、ろうそくですね、これ、こんなおしゃれな点ですね、死神さん。これ人間の寿命だよ。ああ、寿命ね。それなんか話に聞こえたりますわ。ろうそくの長さとか太さでね、決まるっていう。めちゃめちゃでかいろうそくじゃないですか、これ。これ誰のろうそくの寿命ですか、これ。これはなんか、さっきお前が言ったマゼさんに。やっぱり、なんか寿命長そうやな、この人。
前の自分なんだよ。は？なんで俺なんですか？俺死なないでしょ。だってこんなに人助けて死ぬわけないじゃないですか。あのな、お前は大金に目がくらんだ。やったらあかんって言うとやったよ。だからお前さっき助けた奥さんだ。お前の事業が家変わったんだよ。は？お前どうすんねん、このまま一千両。俺今から気合わせるセット食べに行かなくなるのに。どうしてくれんねん、この一千両。こんなん意味ないじゃん、死ぬやったら。そうや。人間はな、捨ててピンチになる。普通、当たり前のありがたみやな。一個も分からへん生き物やん。お前はさやろ。いやいや、もうこのお金いらんから。一千両で、長い暴走と言ってください、新垣さん。ありがとうございます。以上です。